店長武蔵とその仲間がですねバイク店をしております、はい、こちらはですねプジョーですね、プジョーのツイートというスクーターでございます。150ですね。でプジョーのスクーターって面白いんですけど、こうナンバーをね止める穴とか開いてないと、だから自分で開ける。私そのやっぱりナンバーとかね形みんな違うじゃないですか。で取り付けのねとこも違うということで、多分おそらくそういう仕様になってるんじゃないかと思うんですけど、でツイートこれね日本のナンバー付けられるようになってないんですよこのままじゃつかないでしょ。だからこういうステイが送られてきました後から。これ多分作るのにね時間かかったみたいですねでまあ上はね穴開けて、で下多分ねこれなんでタッピングでここに打つんじゃないのですよね。ネジとかついてないんで、ただこれだけ送られてきた。これとあとバッテリーね、どうなんですかね、わかんないですけど。で一応こちらはね陸自で今ねナンバーが兵じゃないですよ、陸自で、登録するとナンバー買うじゃないですか、ついてくるステンレスのやつですね。で穴は開けました。でここにバチッとね、で後ろはちょっとねどう止めるかは、フランジマットだけだとちょっとちっちゃいのでワッシャーをね入れてで止めるようにします。はい、で、おそらくじゃないです、ここタッピングで2つタッピングビスで止めるのかなと。穴ちっちゃいんですもん、すごく。でナンバーもつくという感じ。よろしいですか、どうなんですかね。どうなんですかね今日ぐらいで来た、今日来たんですよ。なんでね、はい、ネジついてないんでね、不思議に。まあネジは別に販売店の上に用意してます。それと、はい、バッテリー、ね、ようやくこちらも、まあ、ガソリンが入ってないガソリン入ってないからエンジンかけられないですよね。入れに行かなきゃいけないですね。蛍光管で買いに行っていちいちなんか身分証明書を提示してコピーしてもらってなんかねサインしてみたいなことをするぐらいであれば、これ積んでってガッて入れて持ってきた方がなんかいいかなっていうそんな感じです。でもしょっちゅうなんかバイク積んできて入れてたらなんか怪しいですから、ね、タッピングどうしたんですかね。細いんですよねこれね、すごく。そんな細いのでいいんですかね。ちょっと疑問なんだよ。この肉厚は結構あるんで、面白いですね。でさ、そんな感じでですね、今日はちょっとね、TSE チャージのね人に来てくださいまして、はい、でエンジンかけます。私ちょっとキャリア云々って話でちょっとねお調べしてたんですよ。そしたらいや昔の音がするって喜んで、いやいいなって、いやこれが買えるんだからすごいよねって喜んでいただけて、何ありがとうございますいいですよね、本当にいいと思うんですよ。すごい、ね、ツーストード好きないっぱい持ってみたいので、はい、でちょっとこれはあれだな、住宅街でエンジンをかけるのはばかるな。音がちょっとね、ちょっと昔の音ですよね。はい、ね、乗ってお帰りいただきました。あと何がでしょうね。あ、その後ちょっと、キムコのね新車をご購入しました。ありがとうございます。ね、この789はね、なかなか売れなかったんですよ。特に7月。確かに雨がねなかったですし、8月はね1台も売れなかった。うちはキムコさんはね、はい、寂しいことにちょっと売れなかったんですよ、はい、7月は1台ありがたいで、9月もまあねギリギリ1台2台、789台、歩きとか会社入っておしまいだけどな、そんな感じですよ。なかなか売れないですよね、はい、やっぱり日本のメーカーのでもね、そうそうポンポン売れるわけじゃないですから、さらにね、海外メーカーですよね。だから、月に1台でも売れたら、それはもう本当にありがたいことっていう感じみたいですけど、
もう少し売りたい買ってほしい、ね、でちょっとまあそうやっても松陰塾なんかこのステイはあ調和がいい時は松陰塾のチームだ少しやっつけ感を感じるのは私だけでしょうか。なんかやっつけ感を感じますね。何ですかね。ね、ありがたいご契約いただきまして、はい、であとですね、あちょうどそのお客さんですかね、お話をしてた時になんかあのアドレス V50 のお客さんもいるね。でなんかオイル交換をしてほしい、初めてのお客さんなんですよ。で、あちょっとあのじゃあ時間 何時ぐらい行こう、ね、で、ね、来ていただきましてオイル交換あ聞かなかったんですよ。えうちはどういうきっかけですって一応ね。で今これをやってるんですね、はい、で、まあ、ナンバースでこれつけようと思ってちょっとその前にこれちょっと頼まれているグリップヒーターあと US、まあ、あのスマホホルダーと USB が一体になってるやつ取り付け、うん、それをちょっとね頼まれているので前側全部外して今作業をねさせていただいて、リレーキットを使って、そこからあのグリップヒーターと、USB ソケット USB の電源を取ろうとなると思っているところです、はい、だから私はなんかあれは何だろうグランドディンクって言うんですかね125、はい、GDG グランドディンク、はい、思いのねこだわるとうちはやっぱりキムコやってるんで、あちょっとキャップをねフィルダースクリーン入ってるじゃないですか、そのキャップがついてるね。であれ昔ホンダはタペットキャップだったんですよ。だからモンキーのキャップ、モンキーとかあと昔の120、昔のああいうヘッドが一体のやつにはみんなついてましたね、タペットキャップね、丸いのね。あれ未だにだから使って今トゥデイとかもうトゥデイ古いですね、ちょっと、まあ、そういったのはオイルフィルターのスクリーン用に使ってるんですよね、キャップをね。GY6 って書いてあったんで GY6 のはまあキムコだったんでね GY6 でありそうでないんですようちに。でもどっか探せばね中古あるかもしれないんですけどちょっとね見当たらないんでね。 でキムコさんのだと一応300円でした。税抜きですよ、税抜き300円だから送料かかっちゃうんですよ300円だとさすがに。で結局普通の800円ぐらいかかっちゃうんで、で消費税からね部品代が300円で消費税ちょっと厳しいですよねということで、まあ、ホンダのでも使えるわけじゃないですか。要は一緒なんでみんな一緒なんですよ。要はあの共同開発してるんですよね共同でなんかみんなエンジンもね、みんなあの同じタイプのエンジンで、ホンダとシムとキムコ同じだってみんなで手を組んでというかもともとね手を組んでましたから。でもヤマハも使ってますもんね。他のメーカーもね、あれ使ってますよね、あのキャップね。で、あのタイプはね。で、それを、で、ほん、じゃちょっとホンダでね、もしかしたらライクランドとかにあるんじゃないかと思ったんですよ。ライクランドとかにもしかしたらあるかもしれないですよ。で、まあ一応でも、あのホンダだといくらするんですかねっていうね、ホンダのやつ、ホンダも300円。トゥデイなんですけどね。トゥデイはもう中国製なんで、あ、でも035だったから、中国製じゃないかもしれない。日本製かもしれないですよね。品番はあの古い品番なんで、あのいわゆる昔の株とかの品番ですよね、035ってね、真ん中から。大体そうなんですよね。あのパーツ番号って、最初の頭の5桁ぐらいが、その車両の場所。例えばマフラーで、それがマフラーだったり、テールライト、ライト関係だったりとか、そういう見分けさせて、それで次に3桁があって、それが車両の、まあ、車両こういう大体の、この車両っていうねのがあって、それ最後にまた、3桁の確か、まあ、ホンダさんの場合はねあるんですよね。で大体その真ん中の番を見るとあこれどこで何で使われてる車種が分かるっていう。で専用部品はもうみんなそこの番号はみんな一緒になっちゃうっていう感じで、で流用だとね それが他のところにも行ってるっていう。でいいですか、ダメですかね、そんな感じですね。で本田さん調べたら300円ですで本田さんの場合はうちはあのほら私たちのバイクから頼んでるんで
私たちのバイクさんの場合は、まあ、送料がねいくらってもう決まっちゃってるんで、それ足してですね。じゃあやっぱりキムコさんが休みでね、いけないですか、私やってること間違ってますかね、キムコの正規販売店としてまずいことやってますか、どうなんですか、わかんないですけどね、まずい。でも1台いいじゃないですか、買っていただいてね、今日はね誰に話してるんですか、Y さんに話してるんですか。いやその Y さん眠そうで、あの休みの日にかけてくるんだ、でも Y さん出てくれるんですよ、休みだろうがなんだろうが基本的にね。そこはいいですよね、普通休みだと休みにかけてくるんじゃねえよって思われるね、出なかったりね、もう5時回っちゃってると出ないとか、誰に言ってるんだって。いやいやいや、そんな別に嫌みたらしいこと言ってるわけじゃないんですよ、うん、ね、難しい、いろいろあります、はい、それで、ちょっとね頼ませて、なんか動画を見ていただくありがたいですね、面白い、結構面白いって言ってくれるんでね、ありがたいですね、ありがたいですね、はい、でね、私ライブ、思わずライブランドちょっともあるかもしれませんよなんて言っちゃってね、まあ、まだね、うちでちょっとね、少しでもかで、キムコンだったから G リンクなんですよ、グランドリンクでしょ、あれ、これのですかって、あ、そうです、で、今どうなってるんですかって、なんか違う車種のを外してつけてある、で、外し、シムがいいですね、キムコとシムとね、まあ、ホンダでみんなでね同じなんで、で、これプジョーでしょ、これプジョーなんですよ、プジョーなんですけど、カバー開けたじゃないですか、ウィンカーリレーね、なんか SYM って書いてるんですよ、だからこれ基本的に SYM なんですよね、ですよね、エンジンもこれ多分 GY6 なんじゃないかってキムコの広報も多分言ってましたからね、これはでも似てますね、これあれじゃないですか、 GY6 じゃないんですかねって、わかんないですけど、どうなのね、まあ、駆動系っていうのはねやっぱりちょっと違いますから、このホイールサイズも、でもエンジン自体はね、それでスクダでそうじゃないですか、エンジンがあってそれで駆動系が後ろに突っ込んでくっつきますから、あ、これちょっと、ね、見てみよう、 SY みたいですね、まあリレーですけどね、ウインカーリレーね、うん、でちょっとね取り付けをちょっと頼まれてるんで、今こんな状態なんですよ、カバーねこの辺みんな外してある、横のあれもね、で横を先に外してで前が外れるという感じですね、はい、おそらくツイートのこのカバーの外し方みたいなのを見る方あんまりいないと思うんで、あんまり車両もね入ってきてないんで、はい、いらっしゃらないかもしれないんですけど、ちなみに前のここのカバーを外して、でもここのカバー外すの大変でした、はい、手を下から入れて爪をこうちょっとやってあげないと多分外れない、うん、でそれ外して、で次そしたらこれがここまで来ちゃってるんでちょっと外すのめんどくさい、ネジ外してこれはパコッと外れますね、でここの前のこのカバー外すためには横のサイドを両端外して、そうするとこれの一番下の部分が爪が引っかかってるんで、それをパッと抜いてでパコパコッと外れると、でコネクター3つ、こっちは3つですかね、で上はヘッドライトの1つ、うん、それを外すという感じでございます、はい、そして開けてねこうパッと見るとここに SYM ね、要は SIM でございます、はい、そしてやっぱりね皆さんなんかねいいでしょう、ほらアースが緑色なんですよね、マイナスが緑色で、そしてやはりねホンダの流れをみんなね組んでるんで、オレンジと水色なんですよ、ウインカーはね、そうですよね、オレンジと水色ですよね、ホンダはね、はい、まあ、この辺りがやっぱり、うん、だからホンダの部品使えるみたいですよ、使えるんですよね、プジョーのね方も言ってましたけど、営業の方もね、まあ、ホンダの部品があってそれは使えますね、うん、まあ、SIM なんでということですよね、はい、ある意味どうなんですかね、でもね、ある意味安心ね、前ランブレッドランブレッドも SYM だって言ってましたから、エンジンがとかね、 ある意味安心ってことは、でもただ SYM 自身が日本からはちょっとね、もう新しいのは売らないっていう感じになっちゃってるんで、そこはちょっと残念ですけどね。だから要は別にキムコの部品も使えるってことですよね。要は一緒ってことですもんね。はい。使おうと思えばね。まあ、ホンダの部品使ってもいいんですけど、そのまだ融通が効いていいじゃないですか。ね。まあ、みんな変わり映えしないっていう方は、みんなこの一緒かよって思いますけどね。はい。やっぱりそういう時代ですよね。うん、そういう時代なんですよ。うん、やっぱりね、
みんなね独自企画でね全部違うと。で、そういうやり方、それもいいですけどね、やっぱりね自分とこのねやつだけっていうのもいいと思うんですが、でなかなかそういうわけにはいかないのかなと、うん、時代はね、はい、なかなか難しいので、はい、でこれグリップヒートはね、まあ、送ってきていただいたんですよ。アマゾンみたいなんですけど、こういうねこういうやつなんですけど、日本語なんですよ全部日本語で書いたんですよ。で、本製品のすべてのパーツは台湾製です。メイドイン台湾、台湾製いいですね。で箱、まあ、パッケージこうやって 裏側全部日本語なんですよ。すごいですね。グリップヒーターって書いてある。で、ね、どうなのかなと思って、うん、でも値段結構するみたいで、明細がね入ってたんですけど、あれ何でしたっけ、木島さんとかありますよね、そういうところ。あれも、まあ、変わんないですよね、うん、グリーペンのがちゃんとあるタイプ、ちゃんとあるって言うんですか、グリーペンの綺麗にね後からはめるとかじゃなくてあるタイプ。どうなの、実際問題ね、使ってみるとわからないですけど、はい、うん、あ、そういえばなんかの時計とかもなんかそういうシチズン、中身はみんなシチズンだ、シチズンのあのムーブメント海外にいっぱい輸出してるらしいですよね。それでいろんなあの海外のメーカーの、まあ、いろんなブランドあって、で要は中身だけは日本のそのシチズンを使ってるみたいなっていう話を、ああそういうものなのかなってね、僕ね SYM のやつ使ってるね、なんかいい、よろしいんじゃないでしょうか。どうなんですね、やっぱりね、あれですよ、あの例えばあのブランド、やっぱりねこうあんまり濃くで言っちゃいけない、こういうのはね間違ってるかもしれないですけどね、例えばね、キムコの車両全部ね川崎で売ってたら川崎に乗ってる人は買いますよね。ああ、スクーターもちょっと欲しいなっつって、やっぱりまあいいんだけどさっつって、 Z900RS もいいんだけどさ、やっぱりスクーターもちょっと欲しいんだよねっつって、そしたら川崎のやっぱりスクーターだったらいいよなっつってね。まあ現に川崎の名前で売ってるとこありますけどね、イギリスとかね、なんかあります、用意してますけどね。そうするとなかなかまあいい、まあいいのか悪いのかって言ったらね難しいところですけどね、うん、だからね大型バイクもね、川崎のブランドで売った方が売れるんじゃないかとかね、これはヤマハのブランド、いやこれはホンダで名前で売った方がいいとかね、あると思うんですよ、うん、やっぱりねもうほらいろんなのを出してきて売れるようなやっぱり時代じゃなくなってきちゃってる。そしたらじゃあやっぱりその売れるブランドで売ろうとかね、うん、にまあそういうのもありなのかなね、タクトとジョグが一緒だって別にそれは別にそんなにねあれですけど、でもこれ併売店だとね、ホンダもやってます、ヤマハもやってますだとタクトとジョグ両方に並べるってどっちもホンダで作ってんのにどっちも並べるっていうのはいかがなものね、難しいです、どっち進めるんですかね。私だったらジョグスさん、いやーなんとか言う、ね、ホンダさんはいろいろ厳しいんですよ、なんかねいろいろ厳しいって話を聞くとやっぱりヤマハの方がいいのかなとかね、乗られる方もやっぱり保証の問題とかね、ちょっとした融通が効くとか、まあ、わかんないですけどね、あとその期間がどうだとかね、あの1日でも過ぎたらもうダメみたいなよりはあと多少はああ いいですよ、あのお客様のあれちょっとご意向に沿ってやって差し上げてくださいみたいなね、なるかもしれない。そうなるとやっぱりね融通効く方がいいかなとかね思うんで、同じものであればね、まあ、ちょっと顔つきが違いますけど、うん、はい、まあ余計な話をさせていただきましたが、リリーはちょっとなんかねやたらねネジ穴があるんですよ、開いてるネジ穴が何のためにあるんですかね。だからちょっとつけられたんでちょっとねよくネジ止めでリレーはつけて、うん、これなんですか、オムロンね、オムロンじゃない、エーモンね、エーモンのリレー、はい、ね、エーモンリレーでもね、エーモンリレーね確か中国製じゃなかったかな、書いてない、兵庫県神崎郡って読むんですか、神崎郡福崎町南田原っていうところにあるみたいですね。エーモン、すごい名前つけますよね、エーモンだよ、エーモン、なかなかつけられない名前だななんて。これどこ製なんですか、書いてないですね。前ドカティにつけたのは中国製だったんですよ、エーモンのリレーはね、あ、メイドインチャイナって書いてある、
信頼のメールみたいな、ね、いいですよね。中国の方はね、中国製どうだろう、国産っておっしゃるんですよ。国産、ああ国産はどの子の、確かにそうですよね、中国ね、はい、そう中国の方も結構ね最近多分あの、うん、実はさっきの、ね、お見えになった方も、まあなんか今はもう日本の方っておっしゃってましたけど、うん、日本の国籍も、まあ、中国からもうすかなり何十年前の話なんですけど、すごいですね。なかなかね、やっぱりよその国に行ってそこでねっていうのは大変だと思うんですけど、まあ、いろんなねあれが経緯があるのかもしれませんが、はい、ね、たまたまですかね、中国の方ね。あでもあの BDS とか行くとね、中国の方いっぱいいらっしゃるんですよ、ね、言葉分かると何喋ってるか分かるんでいいんですけどね、分かんないんですよね、一生懸命聞いてるんですけどね、なんとか講座みたいなね、分かんないんですよね、なんて、はい、まあそんな感じで余計なねあの話はあれなんですけど、でこれあのスマホホルダーなんですが、送っていただいたんですけど、ハンドルマウント用なんですよ、ハンドルマウントなんですよ。でこれにつけるんでちょっと困っちゃってる部分があるんですよ。でもスクリーンのステーに止めるって、もスクリーンのステーって細いからハンドルマウント用のやつは、ね、絶対無理だと思うんで、そしたらやっぱりミラーのとこからこういうバーをみたいな、ハンドルマウントハンドルみたいなバーあるじゃないですか、それを出してこれつけるのかな、どうしたらいいんですかね、みたいなね、いいですねこれね、これがね飛び出す、はい、どうしたら、しかもこれ配線がずっと繋がりっぱなしなんで、結局分かります、言ってる私が言わんとしてることが非常にやりづらい、だって適当に止めるとこのハンドル余っちゃうし、これ配線をこう真ん中でこう例えば通したとしても、これをどこにじゃあやるんだっていうことになるんですよ。ハンドル普通にハンドルだったらこう取り付けて、あこんなここら位置はここだなっつってできるんですけど、難しいな。皆さんだったらどうされますか。いや難しいな。ちょっとそれで悩んでるんですよ。どうやってつけよう。この辺に接続するところがあればね、コネクターみたいなのがあってね、パチってね、そしたら問題ないですけど、これ後からね、一緒ですかね。そうですね。USB ここについてるんですよね。どうですかねこれね。で、やっぱりほら話聞くとやっぱり当たり外れがあってね、ダメなやつもあったり、ダメだったりとか話あるじゃないですか。うん、で少なくともね、配線だけはきっちり取ると、で電気をちゃんと供給してあげると、うん、やっぱりそれだけはね、不安定になるとか、あんまりにもね、他のどっか取ってきてて、でそれを使うと電気がピッと落ちるとかね、うん、でそういう風にならないように、ちょっとリレーで使ってね、やるっていう風にしてるんですけど、まあ、これが外れじゃないことを祈るしかないですよね。はい、5V で 2.4 アンペアですよ、これ。出力 USB 高速、急速充電になっちゃいますね、はい、インプットはでも 24V まで OK ですね。それでここに 5V の 2.4 アンペアを出力してくれるんですね、はい、そんな感じで、今日もですね、こんな作業をさせていただきます、はい、こんな感じで、また長々とご視聴ありがとうございます。